はい、皆さんこんばんは、100円です。いやーもうね、最近は本当にゲーム三昧でね。はい、すいません、何も考えてなかったです。ということでこいつをやっていきます。あのお菓子レビューをもうしてね、もう結構な数やってんですよ。もう60何個かとかやってるんですけど、缶詰をねやってくださいっていうリクエストがよく来るんですよね。それで、まあ、会とかね、まあ、いろいろやってきたんですけども、実際にちょっと違うのをやってみようということで選んだのがこれ、缶詰のラビオリです。こういう食べ物って日本にもあるんですかね。僕日本に行った時に、いた時っていうか住んでた時に、缶詰って言ったらもう野菜しか見たことないんですよね。日本、アメリカだとそのスパゲティとかラビオリとか、もうなんかね、わけわかんなくなってくるんですよ。なんでこんなのを作って、その、なんていうんですか、置いてあるのかと。で、これ冷蔵庫とかに入ってるわけじゃないんですよ。普通にその棚のとこにこうやってパッ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 って置いたんですよ。ねえ。だって、ラビオリの生地とか生ものじゃないですか。だからね、大丈夫なのかなって思うんですけど。でもアメリカの家庭ですと、やっぱりピザとか、あのラビオリとかね、もうこれ缶詰物をメインでやっぱ食べてるのとかもあるんで、どうなんですかね。これをだからそのままね、こう開けて、入れてね、鍋に温めて、はいどうぞっていうのも、まああるみたいですね。うちはもう缶詰ほとんど食わないんで、あれなんですけど。まあでもよく今考えると、あの、シュタインズゲートのマユシが、おでん缶食ってましたね。だから日本にもあるんですね、きっと。まあ、まあ僕は、あれですわ。食べないですわ。ということで、早速ニュートリションファクトいきましょうかね。なんかね、でもすごいこと書いたんですよ、ここに。ここね。子供が、もう空腹でいることはないよって書いたんですよ。恐ろしい。これがあれば子供お腹空かないよってことですね。なんかあれば自分だけで食えるよ。どうなんでしょう。これはね、ビーフラビオリです。ビーフ。トマトソースに入ってます。っていうことですね。ここにね、こう作ったシェフの絵が書いてありますね。本当に彼が作ったのかどうかわかんないですけど。ニュートリションファクト。こんな感じで書いてあります。ですね。まあ、これ、缶で2人食えますよと。カロリーは、まあ、約440カロリー。すごいな。塩分 60% ですね。1日摂取する分の。脂肪分が約 20%。ポタシウム。多分、トマトが入ってるんで、50% ですね。すごいな。あ、違うわ。間違えた。これ、チャイルドハンガー、エンズヒアーでね、子供がお腹空かなくなるよって書いたんですけど、違いました。このピンがね、貼ってあるやつ買うと、ここにコードが貼ってあるんですよ。コードね、番号が。これをその、ここに書いてあるインターネットのサイトに行って入れると、どっかの会社がその分のそのお金を寄付してくれると。多分アフリカとか、わかんないですけども、お腹空いてる子供のためにお金を寄付してくれると。そういうことみたいですね。すいません。これを食べたら子供がお腹空かなくなるよっていうことじゃなかったです。ということで、初登場。100円の缶切り。あ、ちょっと。これはね、ちょっと危ないからね。置きながらやります。カンナムスタイル踊ってるわけじゃないですよ。いててて、てかよし。てん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 、開きました。開けますと中にトマトソースがたんまりと入ってますね。この中からですね、まあ、見つけるわけですね、あいつを、ラビオリを。そんな中見つけました、ラビオリさん。はい、温めたらいいんじゃないかっていう声も聞こえそうなんですけども、温めなくても食えます。食べます、そのまま。いただきます。
あのね、普通のラビオリですわ。普通の。不思議ですよね。缶詰に入って、もうずーっと立ってるんでしょうね、きっとこいつも。それがその普通にお店で食べるようなラビオリの味がするんですよ。これ確かね、100円だったと思うんですよ、これ。評価はね、まあ6ですか？普通に食えますよ。温めたらもっとうまいと思います、多分。塩とかかけてね。6ぐらいですね。ということで、シェフボヤーディビーフラビオリ100円、評価6でお願いします。